はい、皆さんこんにちは、ワナリグリピッチです。では今回は信長の野望革新パープキットを使って新しくプレイを始めていきたいと思います。今回はですね、関ヶ原合戦のシナリオで上杉家を担当していきたいと思います。まあ、関ヶ原合戦はですね、皆さんご存知の通り、西軍石田三成、東軍徳川家康が関ヶ原でぶつかった戦いなんですが、当初家康は謀反の疑いありということで、上杉家討伐のために、江戸から、東北、会津を目指していたわけなんですね。で、その途上で、三成が挙兵したという報告を受けて、軍を西に返したというのが史実になってるんですけども、これもし上杉家が、徳川軍を追撃、あるいは、関東に流れ込むっていうね、そういう展開になっていればまた違う戦いになっていたんじゃないかというふうにも言われています。まあ、実際、石田三成と直江兼続はそのような戦略構想も持っていたようではありますので、今回ね、まさにそれをここで実現できたらいいなというふうに思っています。では早速、プレノンを始めていきましょう。上杉家を担当します。難易度は中級で進めさせていただきます。では早速シナリオの導入部分からご覧いただきたいと思います。
ではここから実際のプレイ始めていきたいと思います。上杉家、最初直江兼続ですね。まずは周辺の状況から確認をしていきましょう。全国地図ですね。これを見ると、まあ残念ながら、上杉家の周辺は、徳川方、東軍に囲まれているという状況です。まあなので、これをなんとかで、うまく、打開していくと。プラスアルファで、一刻も早く、関東にね、乱入していくというのを戦略の基本としていきたいと思います。佐竹と相馬が唯一周辺で、ね、我々に味方してくれるところなので、こことの関係というのは維持していきたいと思います。で、会津、まあ、上杉家なんですけども、秀吉の時に家康の、まあ、備えとして越後からこの会津で国替えになったわけなんですけども、その時に百姓なんかも一緒に連れてきて、当時関ヶ原合戦当時ですね、上杉家が動員できた最大兵力は3万から5万とまで言われているんですが、この信長の野望革新の中では兵1万程度になっています。持っている城唯一この会津若松城だけ1万と、ね、ちょっと寂しい数にはなってます。で、一応ね、坂田湊と持ってるんですけども、ここ2500しかなくてですね、まあ、大した兵力はないという状況ですね。そういうことも踏まえて、まず最初初手なんですけども、最初はですね、この柏崎に乱入して柏崎を落として、その後柴田城も落とすという戦略でいきたいと思います。まあ、丘陵回復を狙っていくというところですね。まあ、本来であれば、まあ、宿敵最上あるいは伊達というところを叩きたいんですけども、兵力が9000、1万と、我々と同等もしくはそれ以上の兵力を持っているので、こことね、いきなり戦うのは厳しい。かつやっぱり関東を狙いたいということもありますので、まず最初に徳川方の柏崎港、そしてこの柴田城、この2つを取りに行きたいと思います。内政の方は全然進んでませんので、まず最上、そして伊達への備えとして、城の周辺はね、鉄砲櫓を作っておきたいと思います。ではここから時間を進めていきたいと思います。まずは内政をしていきましょう。まあ、せっかくね、ここ騎馬の学者いっぱい立ててるんですけど、これもう撤去します。ここに欲しいのはこんなものではなくてですね、武家町、これを作って、ここに防御施設、櫓をね、やっぱ建てていきたいんですよね。なので、先に、ここには櫓を建てていきましょう。あとは防御施設、しっかり作って。南から迫ってくる。東から迫ってくるって言ったらいいのかな。迫ってくる伊達、最上軍、これをね、迎え撃ちたいと思います。あとは金銭と兵糧、これもね、当然必要になってきますので、しっかり立てていきたいと思います。で、人材は探索を出しておきましょう。そして早速軍事行動にも入ります。出陣。ここは混乱、五部、槍ぶすまとね、最初から持ってくれてますので、これ3つ持って、ご説明した通り、柏崎を狙います。で、外交、あるいは、諸勢力とのね、交渉なんですけども、これまだまだ絶対にうまくいかないので、最初は、ここはスルーしましょう。さあ、この、柏崎港の攻略戦ですね。あと柴田城の攻略戦、ここ2つサクッと進めたいなと思います。で、兵力はこの後増強としていきたいので、ひたすら歩兵をさせます。まずは
大将上杉景勝、最初直江兼続を使ってこの柏崎湖のね、攻略戦を行っていきます。お、これは前田刑事だな。前田刑事登用します。刑事が来てくれるだけでだいぶ変わるよな。で、最上隊、最上義明隊がおそらくこの柏崎港の防衛戦に加わりますね。まあ、うまくこれをね撃破していければいいかなというところですかね。探索と歩兵はもう中長期的にずっとやっていきましょう。さては柏崎港の攻略戦始まります。まずは柏崎港を取って柴田城攻略ので、足がかりとしていきたいと思います。で、最上義明隊も来たので一緒に撃破していきましょう。もう最初が肝心ですからね、こういうシミュレーションゲームはね。コブを使ってすぐにでも士気の回復も行いましょう。これ前方の発動タイミングは僕の方で指示を出していきます。タイルのね軍を動かしているような時はお任せしちゃった方が効率良かったりもするんですが、今は全然多く悩むと気合を入れよ。自分で好きなタイミング、必要なタイミング、適切なタイミングで使っていきましょう。柏崎港の兵と最上義明隊に挟まれるような形にはなってますが、これ次の戦闘ゲージが溜まったら混乱を使って一気に壊滅させましょうか。我が計略を受けるな。これでいいですね。私に続け。さらに後部も効いた。これは大きいな。兵の数2000入ってますので、この2000を率いていきます。出陣、最大兵力、まあ、本来絶対こういうことはないんですけどね、守備の兵を全く残さないっていうのは、まあ、ありえない選択肢なんですが、ここは最上義明隊が撤退するのを防ぐために前田刑事を出して退かせないように注意を払いましょう。が敵にも食らって兵力をごそっと持ってかれたな。気合を入れよ。城門を突破しました。さあここはまずは柏崎港を取れるかどうか。取れそうですね。そしたらどうだ、間に合うか。ちょっと微妙だな、距離的に微妙。騎馬隊で出撃した方が良かったかもしれないですね。もう今更ですけどね。あとはもうちょっと早いタイミングで、出撃させて最上隊を撃破できれば良かったかもしれない。ちょっとここはまだ最序盤なのでやり直しをして戻っていきます。柏崎港を取った後ですね、最上隊結局取り逃しました。まあこれは良しとして、この後柴田城の攻略戦に入っていきたいと思います。まあ、ここもしっかり柴田城で、攻略できるように取り計らって、いきたいというふうに思います。内政の方は建設を進めておきましょう。まあ、お金、あとは防御施設、これを中心に作っていきたいと思います。金もちょっとなくなってきてるんでね、このまま行くとお金が不足してしまう状況になってくるので、まあ、次商人が来たタイミングで一度お金をね、兵糧を売って、ゲットしておきたいかなと思います。士気が100に回復したら柴田城攻略戦を始めていきましょう。今回ねやり直ししたことによってまだ前田刑事がね発見できてないんですよね。刑事はやっぱり欲しいですよね。前田刑事が来てくれるのをちょっとね、待ちたいと思います。
柴田城を攻略できると一気に本城が2つになるので、まあ、だいぶね、力としても増してくるという状況になるので、まあ、ここは多少無理をしてでもですね、この時点で出陣を繰り返して一気に取りましょう。ここ柴田城、まあ、変な話柏崎なんか捨ててもいいので柴田城を取ることをね最優先に据えていきたいと思います。上杉京ちゃん、これは姫にしておきましょう。柏崎には兵を輸送してちょっとでも防御力を上げておきましょうか。でここは歩兵をね、していきたいところですが、金がないっていうパターンか。金がないのは困るので兵糧を売却してとりあえず歩兵をかけられる状態に持っていきましょう。冬の間にねやっぱり兵力を増やしておきたいですからね。探索探索、前田刑事を見つけられるまで探索を繰り返します。さあ柴田城攻略戦始まりますね。柴田城を取れるかどうかもね、大きく今後の展開に関わってくる重要な局面なので、取りに行きましょう。ん、岩井が銀山を見つけてくれた。お金が不足しているこの折、これは嬉しいな。まあ、ただあの目的はあくまでもね、探索によるやっぱり前田刑事の発見なので、これをねちょっと優先していきたいと思います。何としても前田刑事を発掘してきてもらいたい。いるのといないのじゃねもう全然違いますからね、前田刑事クラスの武将になってくると。同級を見つけてますね。前田刑事はなかなか響きない。さっきのがレアなケースだったのかな。なかなかね刑事が発見できたよっていう報告が上がってこない状況ですね。内政は建設を粛々と進めていきたいと思います。柴田城が落とせそうですね。柴田城が落とせたらいよいよ、そしたら家康領に本格的にね、軍を向けることができるかなというふうに思います。なのでこの柴田城もね、南側、まあ、東側って言ったらいいのかな、この辺りに、まあ、櫓を建ててですね、防御施設を作っていきたいと思います。まずは修復しましょう。でさらに建設。お金がないか、本当に金不足だな。まあ、最悪柏崎は落としてもいいという覚悟はしておいた方がいいかもしれないですね。柴田城に武将2人移動させましょう。この後ですが、柴田城の南、この辺りに防御施設を作って、舞台は春日山城の方に向かわせましょう。で春日山城に関しては、どうだろう。同盟している正幸の上田城なんかもあるので、うまく連携できれば一番いいかな。まあ、連携する、あるいはその、一緒に戦ってもらえる可能性があるのかどうかっていうのはね、ちょっとこの後探っておきましょうか。真田。春日山城、知略90、直江兼続が自ら行けば成功できると言っている知略90、
可能性は高そうだけどな。どうだろう、ちょっと様子もちょっと見たいな。900超えてたら間違いなくね、いけるなっていう感触はあるんですけどね。90だとちょっとまだ信用がそこまでいかない。あと坂田城もちょっと危ないといえば危ないからな。まあ坂田港ですね。それでも柴田城が取れたのは大きい。春日山城を取ってしまってその後どうするかっていうところまでね考えたいですよね。春日山城を取っていよいよ徳川領に侵攻っていうのが一番いいですけどね。あとは結城城を狙うという手もありますよね。そのためには佐竹が宇都宮を攻略してくれるとかね、ちょっとそういう状況になってくるとだいぶ違うんですけどね。佐竹は動かないか。はい、ではね、今回はまずは徳川方の柏崎、それで柴田城取りましたので、次回ですねまたこの続き戦略を練っていきたいというふうに思います。今回はここまでにさせていただきます。